28日って千鳥保育園のお別れ会だって知ってた？そうなんだよね。もうあれから1年か。はこっそり後ろで見てたんだけど、僕たちも出たかったな。出たかったね。ね、見たかった。出たかった。去年あそこから去年はエビとカニで年こそ出られるはずだ。やられたらやり返す。やり返す。やり返す。なんかどこかで聞いたセリフ。でもさ、どうやったら出るんだろうね。どうやったら出るんだろう。リアルじゃねえかよ。なあ、それは大事なあ。あの川上先生から千鳥保育園のお別れ会させてけろって電話が来た。出ました出ました。千葉まで来たんだよ。先生、なんて言ったの今。なんか千鳥保育園のお別れ会があるから、川上先生から電話でね、出ないかって電話だったって。ね、どうだった？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 どう最高のアマちゃん、もアマちゃんだよ。おもてなしだお別れ会のショーの始まりです。まずは北の国からやってきたアマちゃんズで合奏アマちゃんオープニングテーマです。張り切ってどうぞ。何人出てるんだ。
うまいね。